ウィンブルドンはイングランドの首都ロンドン南西部のマートン区にある地区。テニスのウィンブルドン選手権の開催地として世界的に有名であるとともに、ロンドンで最も広い面積を持つ公有地の一つであるウィンブルドンコモンやニューウィンブルドンシアターの本拠地でもある。住宅地区と商業地区はそれぞれビレッジとタウンとして知られる二つの地区に分かれている。ビレッジの大通りでは 旧来からの中世の存落が再建中である一方、タウンでは1838年に鉄道駅の駅舎が最初に建てられて、以後、徐々に開発が進んでいる。ウィンブルドンは少なくとも鉄器時代には人が居住し始め、その頃にヒルフォートがウィンブルドンコモンに建設されたと考えられている。1087年にドゥームズデイブックが編集された頃、ウィンブルドンは モートレークの荘園の一部であった。ウィンブルドンの荘園の所有権は、その歴史の中で様々な裕福な一族たちの間で、たびたび移り、その地域は、イーグルハウス、ウィンブルドンマナーハウス、ウォーレンハウスのような大邸宅を建てた、他の富裕な一族をも魅了した。ウィンブルドンの村落は、地からやってきた、貴族階級の人々や富裕な商人たちに寄り添って、共存した、安定した。 農村人口をもって開発された。18世紀に宿屋のドッグフォックスはロンドンからポーツマスまでを走る駅馬車の宿駅となり、1838年にはロンドンサウスウェスタン鉄道の駅が村落の南東部に位置するウィンブルドンヒルの麓に開業した。駅の所在地は、その後タウンが元のビレッジの中心市街から離れるように成長して行くのに合わせて、 その中心が移動した。ウィンブルドンは独自の区割りを持っていた。この区割りの地区はウィンブルドンの歴史的な境界よりも大きく、当時はまだサリー州に属していた。その後、この地区は1965年にグレーターロンドンの誕生によりマートンロンドン特区別区に吸収された。ウィンブルドンには次に挙げるような社会的少数者が存在する中でも最も目立つのは、 アジア系イギリス人、ガーナ系イギリス人、そしてポーランド人とアイルランド人である。北側の上空から見たウィンブルドン。左にウィンブルドンパーク、右にウィンブルドン選手権の開催会場である全英クラブが見える。ウィンブルドンはロンドンの南西部、グレーターロンドンの外れにあり、ワンズワースの南、ミッチャムの西、サットンの北、キングストンアポンテムズの東に位置する。 ロンドンの中心チャリングクロスから南西に7マイルのところにある。素晴らしいビクトリアン様式の家々と現代的な住宅、低層アパートが入り混じった住宅街を持つ裕福な郊外の街であるとみなされている。居住地区は2つの地区に分けられ、それぞれビレッジとタウンとして知られており、ウィンブルドンコモンに近いビレッジの大通りには今も残る。 原初的な中世の存落の一部が集中しており、現在ではロンドンでも高い価格がつく有料住宅地である。そしてタウンには1838年に鉄道駅の駅舎が建てられて以来現代的な建築がブロードウェイに集中している。この地域はロンドンプランの中でクレーターロンドン内に35箇所ある主要な 中心地の一つとして位置づけられている人口は19世紀初頭には約1000人ほどであったが、1911年に約5万5000人まで増加して以来、今日に至るまで安定的に推移している。2010年のウィンブルドン選手権1870年代、当地の丘のふもとで、全英クロッケークラブが年に一度、その選手権大会を開催するようになった。しかし、 クロッケーの人気は弱まり始め、新しいスポーツのローンテニスが普及し始めるにつれ、そしていくつかあった芝生のうち、はじめ一つだけをテニス用に取っておいた後、全英クラブは1877年7月に、同クラブにとって最初のローンテニス選手権大会を開催することを決めた。1922年までにテニスの人気は高まり、同クラブの小さなグラウンドでは、 もはや増え続ける観客の数に対処しきれなくなるほどになった。そして同クラブはオールイングランドローンテニスクロッケークラブと解消しウィンブルドンパークにほど近い新しい場所に競技場を移転した。ウィンブルドンの歴史家リチャード・ミルワードは国王ジョージ5世がいかにして新しいコートを開設したかについて彼が三回ゴングを打ち鳴らすとターポーリンは取り除かれ 最初の試合が始まった。そして、雨が降ってきた、と、詳しく述べている。クラブの古い競技場は、ウィンブルドン高校のためのスポーツ競技場として、使用され続けている。ヒルロードロンドン地下鉄、ディストリクト線ロンドン地下鉄、ノーザン線テムズリンクサットンループ線サウスウェスト、トレーンズサウスウェスタンホーム線、モールバレー線。ありがとうございます。